大丈夫かな。何か心配事かい。高速道路の北関東道あるじゃん。ええ、ちょいちょい乗りますよ。それの群馬栃木エリアなんですけど。はいはい。いつ乗っても結構空いてない。え、おー、言われてみれば確かに。あれ見るとさ、やっていけてるんかなって思っちゃうよね。大丈夫だからやってるんでしょうに。ってことで調べます。ほほー、なるほど。どうだった。これが北関東道の1日の台数と売り上げ。これだけじゃいいのか悪いのか。と思って、似たような距離の秋田道で比較してみた。あら、北関東の方が高いじゃないか。そう、意外といい方なのかもしれない。まあ、人口も違うしな。ついでに、似たような名前の東関東道と比較すると。わあ、全然違う。北関東より距離短いのに、だよ。マジかよ。ついでに東日本トップの東北道ね。これは距離も売り上げも異次元だ。結局いいのか悪いのか分からず。ちなみに一番売り上げが低い高速ってどこ？東日本だと新空港自動車道の1日100万円。おお、低いんだろうけど1日100万の売り上げって高く感じる。